ピーター・ウィソフはアメリカ合衆国の物理学者、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。ミッションスペシャリストの資格を得て、1993年の STS-57、1994年の STS-68、1997年の STS-81、2000年の STS-92 で4度宇宙を訪れた。ウィソフは バージニア州ノーフォークのノーフォークアカデミーを1976年に卒業し、1980年にバージニア大学において最優等で物理学の学士号を取った。1982年と1986年にはスタンフォード大学で応用物理学の修士号と博士号を取った。アメリカ国立科学財団のフェローとしてスタンフォード大学でポス読を行い、この間に タンパレーザーの開発を行った。その後、ライス大学の電子コンピュータ工学部に加わり、新しい真空紫外交強度レーザー源の開発を行った。また彼は、テキサス州医療センターの研究者と協力して、損傷した神経の再建へのレーザーの応用についての研究を行い、ライス大学の研究者と協力して、 レーザーを使用した半導体材料の成長と評価の技術の研究を行った。レーザーやレーザー応用の分野で学会や学術誌に多くの論文を発表した。2013年10月1日、ウィソフはエドモーゼスの後任としてローレンス・リバモア国立研究所の国立点火施設の臨時副所長に任命された。スペースシャトルのロボットアームの先端にいる。 ウィソフ1990年1月に NASA により選ばれ、1991年7月にウィソフはミッションスペシャリストとして宇宙飛行士になった。管制室でのカプコン、シャトルアビオニクス統合施設での飛行ソフトウェアの検証、乗組員の装備の調整、宇宙ステーション建設のための宇宙遊泳の装備と技術の評価等を行った。 1993年の STS-57、1994年の STS-68、1997年の STS-81、2000年の STS-92 で4度宇宙を訪れ、3度で合計19時間53分の宇宙遊泳を含む44日8時間1分48秒の宇宙滞在を記録した。 1993年6月21日から7月1日まで行われた STS-57 は打ち上げも着陸もフロリダ州のケネディ宇宙センターであった。主目的はシャトルリモートマニピュレータシステムを用いた揺れか衛星の回収であった。さらにこのミッションでは微小重力実験を行う場となるスペースハブの初飛行が行われ、スペースハブでは材料、 生物分野の22の実験が行われた。ミッションの間、ウィソフは5時間50分の宇宙遊泳を行い、ユレカの通信アンテナをラッチ用に手動で配置するとともに将来のミッションで用いる宇宙遊泳用の道具や技術等の評価を行った。239時間45分で地球を155周した。 1994年9月30日から10月11日まで行われた STS-68 ではミッション2プラネットアースの一環として SR-C-XSAR と呼ばれる3つのレーダーと1、酸化炭素汚染センサーマップスの2度目の打ち上げとなるスペースレーダーラボ -2 ミッションが行われた SR-C-XSAR とマップスは 一緒にスペースシャトルエンデバーのカーゴベイから操作され、地表と大気を調査して、地表環境のレーダーイメージを作成し、一酸化炭素線の生産と移動をマッピングした。乗組員によるリアルタイムでの観測と1万4000枚以上の写真は、科学者チームが SRL のデータを解釈する手助けとなった。SRL-2 マイナスミッションは、長期間の環境及び、 地質のモニタリングを意図した技術の良い試験となった。269時間46分で地球を183周し、エドワーズ空軍基地に着陸して終了した。1997年1月12日から22日まで行われた STS-81 では、ロシアの宇宙、ステーションミールとの5度目のドッキング、2度目のアメリカ人、宇宙飛行士の交代が行われた。また、 二次的な実験のためにミッドデッキのロッカースペースにもう一つのスペースハブが設置された。5日間のドッキング中に3トンに及ぶ食料、水、実験装置やサンプルが移し替えられた。244時間55分で390万マイルを飛行し地球を160周してケネディ宇宙センターに着陸した。2000年10月11日から24日まで行われた。 STS-92 では、ケネディ宇宙センターから打ち上げられ、エドワーズ空軍基地に着陸した。13日間のミッションで、7人の乗組員は、スペースシャトルディスカバリーのロボットアームと4度の宇宙遊泳により、国際宇宙ステーションに、Z1 トラスと、弱圧結合アダプタ3を取り付けた。この拡張により、将来の組み立てミッションが可能となり、 最初の乗組員を迎え入れる準備ができた。また、ウィソフは、マイケル・ロペス・アレグリアと共に、宇宙船から50フィート遠ざかって、セルフレス休用推進装置の試験を行うと、2度の合計13時間16分の宇宙遊泳を行った。12日21時間40分25秒で530万マイルを飛行し、地球を200周した。 同僚宇宙飛行士のたまらいいジャーニーガンと結婚している。ありがとうございます。